もし、もしもし、もしもし、もしもし。はい、そうです。え、面会？はい、下のホールですね。わかりました。何でしょう、私たちに面会したい人がいるんですって。もしもし、ジュースを2つ。もしもし、あら、コンピューターの故障かしら。105号室です。 A コースのお食事を1人前でいいわ。お願いします。え、メートル食べないのか？とてもそんな気になれないの。体の具合でも悪いの？食べたくないの。大丈夫、心配しないで。そのうち食欲も出てくるわ。もしもし。あ、星野哲郎さん、会いたいわ。すぐ近くにいるのよ。哲郎さん来て。私とても寂しい。それでわかったわ。あなた、哲郎から私を引き離すためにあんな電話をかけてきたのね。ことの次第では許さないわ。もしもし。いやあ、キザルーナです。ご一緒に食事でもしながら昔のことを語り合おうじゃないですか。まあ、ずいぶん気取ってるのね。結構よ、たくさん。恥ずかしい。私にだって覚悟がいるのよ。分かってちょうだい。とにかくやりましょう。しょうがないわね、せっかちさん。やめろ！何をしてるの？見てらしたの？泣いてたのね。なぜ今まで黙ってたんだ？どうしてだ？答えろ、メーテル！気がつかなかった。許して。